アフターアースは、m ナイト・シャマラン監督、ジェイデン・スミスとウィル・スミス出演の2013年のアメリカ合衆国の SF 映画である。2025年、人類は、自らの故郷である地球の自然環境を破壊してしまい、遠く離れた惑星ノバ・プライムに移住せざるを得なく、なった。ノバ・プライムの先住民は、人類を抹殺するために巨大生物、アーサー、一周目の、 グランドイリュージョンに次いで3位となった。これは主演のウィル・スミスの人気を考慮すると期待外れの結果であり、ウォール・ストリート・ジャーナルではクロップと報じた。ボックス・オフィス・モジョのレイ・サバースは2700万ドルという初週末成績は2012年に制作費2億ドルをかけながら失敗した SF 映画バトルシップとジョン・カーターの間の数値であり、またウィル・スミス主演の メインブラックさんやジェイデン・スミス主演のベストキットの半分であることを指摘した。批評家のレビューは概ね否定的なものに偏った。ロッテン・トマトズでは155件の批評家レビューで、支持率は11%となり、かつて有望なキャリアを持っていた、エムナイト・シャマラン監督の新たな衰退とまとめられた。またメタクレティックでは41件のレビューで、過重平均値は33、100となった。 ウォールストリートジャーナルの映画評論家のジョー、モーゲンスターンは、アフターアースはこれまで作られた中で最もひどい映画か違うだろう。どこまで落ちようとも、バトルフィールドアースは常にその下にあるのだから、と評した。ニューヨークタイムズは、マノーラ・ダージスは、サイエントロジーの競技が映画の主要なテーマとして扱われていることを指摘した上で、 大画面でのうぬぼれプロジェクト以外の何者でもないと結論づけた。ガーディアンのピーター・ブラッド賞は5つ星満点で1、つ星を与え、ひどい演技、演出、ストーリーのトリプルパンチと評した。また、スター・トリビューンのコリン・コバートは大婚役者、陳腐な脚本、そして監督が M. ナイト・シャマランであったことが、この SF 映画を大失敗作にしたと述べている。 主演のジェイデン・スミスに対する批判も多く、ザ・アトランティックは、ハリウッドのトップスターである父親、ウィル・スミスが持っているカリスマ性がなく、大スクリーンで輝けていない。と評し、トライ、シティ・ヘラルドも、15歳のジェイデン・スミスに、豊かな才能があるとは思えず、カリスマ性もないと評した。また、ジェイデン・スミスを主役に据えたこと自体が父親、 ウィル・スミスの意向によるものだと批判した媒体もあった。roger.ebert.com のマットゾラセーツは4つ星満点中3。5ツ星を与え、SF 超対策を装った道徳的な物語だ。古典的だが特別で、相関かつ賢明だと評した。イグンのジムベジボダは10点満点中6.7点を与え、エムナイトシャマランは、 絶頂期には全く及んでいないが、アフターアースはここ数年彼が制作した中では最高だと評した。breitbart.com のジョン・ヘイワードは監督の仕事を全うしている本当にまともな俳優と評した。